んにちは、シャニムニパレード水色担当の新垣みなみです。今回究極の整いを目指してこちらのサウナカーでやってきたのは岐阜県中津川市にあるストーンミュージアムさんです。イエーイ。たくさん石のオブジェがあります。今日はすごく寒いです。雪とかもちょっと残ってるぐらい寒いので整えるか不安なんですけど、サウナ好きになったので今日も頑張ります。今回整う場所はこちら、じゃーん、ピラミッドです。すごい、初めて見ました。なんか急にピラミッドが現れてすごい不思議な感じです。寒い。今まで整ってきた場所で一番違和感のある場所ですね。なんでここって感じです。ではサウナ入っていきたいと思います。サウナ入りました。今日は外がすごい寒かったので暑く感じます。今日がなんかロケしてきた中で一番、今までで一番寒い感じがすごいするので水風呂が心配です。ロウリュするのが一番憂鬱かも。行きます。ロウリュマジで世界で一番苦手です。もう早く汗かいて早く水風呂行きたい気持ちになってきた。Sunbeams dancing round your window, rainbows round your shoulder. 今日は水風呂がなんかいつもと違う感じらしくて暑い。なんかどんな感じなのか楽しみです。行ってきます。じゃーん、石の水風呂です。すごーい。なんか見た感じ全然冷たくなさそうなんで余裕な気がします。入ります。めっちゃ冷たい。めっちゃ冷たい。うわ、詐欺だ、やばい。どうやって入ったらいいの。あー、やばい、感覚なくなる。あー、やばい、過去一やばいかも。うわ、でもめっちゃなんか気分はいいです。でも無理です、もう無理です。上がります。やばい、死ぬ。あ、本当にやばいです。私何かしましたか。やばい、足が、やばい。これはもうどんだけ汗かいてももう水風呂には戻れない。暑い、暑いじゃない、間違えた、もう分かんなくなってきた。やばい、本当に。うわ、やばい。あ、でもさっき、あ、無理だ、やばい。やばい。こんなキャラじゃないのに私。やばい。あ、無理、終わり。無理。地獄です。整いたいだけなのに私は何をしてるんだ。あったかい。